来月のランダム3を。ああなるほど。ああはいはい。緊張しないで楽しんでいこう。ああなるほど。攻撃はブロック攻撃が出るんだって。来月の宣伝なんですが、ちょっとまだ日程、ルールともにまだ未定です。多分23か30。23日か30日の日曜日に、ランダムか固定か、フリーオンかな。まあちょっとその辺も含めて検討します。やりたいルールとか、希望の日程があれば、言ってください。スパイさんとか僕とか、この辺に言ってもらえれば、考慮しますんでよろしくお願いします。というわけで今日の固定スリオンスイッチ大会これにて終了です。皆さんお疲れ様でした。配信見てくれた方もありがとうございました。コメントありがとう。じゃあ配信はこのまま枠が終わるまでやっていきますので見てってください。お疲れ様でした。これ以上ダメージを受けるのはまずいから。よし仕切り直して。アーケードメリーズも回復したよ。よしやっちゃおう。ちっちりダメージを。スタート中のタイマー時間見てなかった。熱くなったらダメだよ。こういう時こそ冷静。私とバニラが応援してるよ。攻めてくるよ。気をつけて。いつも池下大会で写真を撮り慣れてしまったがいる。透明ゲージはまだ半分か。している今がチャンス。パワーアップ後サポートゲージが溜まったよ。バケのステータスを受けちゃったみたい。攻撃は避けづらいからガウン。試合時間の半分を過ぎたよ。サポートゲージが溜まったよ。ガードではちゃんと防げないの。よし仕切り直したね。透明ゲージが溜まったよ。残り時間あと少し。諦めないで。もうすぐバーストが終わりそう。バーストアタックを受け次がファイナルラウンド。最後まで楽しんでいこう。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。フィールドに多くのエネルギーが発生してるよ。危ないと思ったらブロック攻撃だよ。私はいつも感覚。
相手のスピードが速いわ。カジワに追い込んでる。エネルギー、相手の共鳴電子が回復してる。サポート電子が止まったよ。チャンスは必ず来るよ。慌てずじっくりね。忘れてね。もうサポートを呼べるよ。電子簡単。今ならマークできるよ。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポート。自分のポケモンを支援して頑張ってね。地道にガードしていこう。次に会えるのを待ってるよ。